くしゃみがすごい。はい、くしゃみ。うん。久しぶりのリビングになってきますよ。風がね、あるのよ。ただ風があるから、情け容赦はない。はい。やってまいりました。次は何を使いましょうかね。いっぱい持ってきてんだから。今日は満潮で曇りなので、この辺使っとくか。ピストンやったかな。ね。さあ、ライト目。投げました。風が強いので早めに糸を落とします。はい、皆さんこんばんは。風がね、今日は強いんですけど、パザオラを探してやってきましたよと。勝手にサポッティング第2章ということで、皆さん、私ブーにデュエルサポーター再任の要請を断ってまでもやりたかった企画でございます。はい、ついのよ、もう30度超えてきてんのよ。どうするよ、暑すぎても。ちょっとね、濁っちゃってるっぽくない？どう？俺だけ？風が強いね。皆さんこれ糸持ちやってますよ。着底までわかるからめちゃくちゃいいですよ。すごい、魚かイカかもわかります。慣れたらめちゃくちゃいいんだから。イカと綱引きしちゃうんだから。おお、今当たったろ。今当たったな。はい、来たー。当たったと思ったもん。怖いけど来たらしいですね。はい、よかった。どうなのよ。ちょっとちっちゃいんだけどね、多分。ちょっとまあちょっとあれだから。はい、ね、はい。かわいいよ。いいじゃない、いいじゃない。でも見て懐かしい。よかった。来ましたね。いいじゃない、新子ちゃんだけど。よかったわ。いや、いいよいいよ。気持ちいい。めちゃめちゃいい。エキストン、エキストンのサポッティング。サポッティング、サポッティングじゃないの。今日勝手にの第2章の開幕だから。マー君、え、新子ちゃんだったんでね、リリースすると。あー、はい、し30度だからもう汗がすごい。今日勝手にサポッティングの第2章の開幕の兆候の動画なのよ。え、第2章からキーストになるんだよね。違います。違うよ。何のために私にそうしたのよ、じゃあ。まあ、ゼロよりいいから。うん、まあ、ゆうちゃん来るからさ、来る前だからと思って。確かに、うん、今ゆうすけがね、うん、向かってるそうなんで。で、ちょっと今ここ内密、今ちょっとね、ゆうちゃんから電話あったんですけど、はいはいはい、橋を渡ってて、はい、上り坂になってるでしょ、はい、あそこで車壊れた、アイドリングのアイドルなんて。やっぱ20キロぐらいで来てるみたいですよ。道路を20キロで笑うわ。マジっすか。はい、みたいです。大変やね。はい、でももう来てるじゃないですか。了解です、はい、ちょっと待っときますよ。はい、の論だね。チャンチドチャイカンは堤防登り選手権。ちょジョン？はい。ジョン。全然上がってないのよ。いけるいける。助走の意味も。言ってない。助走でゼロじゃない。意味がないのよ、助走の。何してる？意味ないのよ。無理じゃない。山田君、こんばんは。今日ご報告があります。あります。前回ね、見ていただいた方はご存知かと思いますけど、勝手にサポーティング第2章開幕です。僕も
デュエルサポーターじゃない状態で、はいはい、勝手にやらせていただきますから。完全に勝手なやつですね。行きますからね。何の足かせもなく行きますから、うん、足かせではなかったね。違うか別に違うか、なんか違うよ、ね、違うか、うん、なんか飛べないよ、そうなの、ね、浮かがらしてくれないんだもん、うるさいし C のところなのよってことで、はい、今ですね、まあユウスケが、途中合流ってことで、はい、先にマー君と僕今やってたんですよ、はい、釣っちゃうんだから釣っちゃったの勝手にだからね、勝手にやっちゃうから、勝手にキーストンだから、キーストンですか、キーストン使うじゃんねデュエルの勝手にサポーティングだから、誰が使ってんだ、おいおい今からね、あの満潮の下げ始めの潮が動き出すんじゃないかっていう、ああ、いいです、はい、今からちょっと集中してサクッとやっていきたいと思います、お願いします、いきますよ、はい、勝手にサポーティング第二章開幕、ジャマにするね、うん、3人やったね。投げなさいよ、早く投げるわよ、ほら、使う意味見せた、見せてら、これするいいのよ、これね、要するのね、塩、うん、聞いてる時とか最高ね、ロングキャストなんですよね、うん、いいわよ、いいやつ投げようとしてんじゃん、投げるわよ、はい、行きなさい、早くやりなさい、どきなさい、危ない、ナイスキャスティング、最近どうなの、調子は、ダメよ、何が、何もかも車もおかしいのよ、釣れないの、うるさいな、まだ1投目、うるさい、プーニーの方に来ました、はい、どうも、どうなの、いや今からよ、今からちょっとね、潮がね緩んだんで、ああ確かに3号あのリアイソか、リアイソですね、スタートマスター3号、潮がビタッと止まっちゃったからね、うん、ナイスキャスト、これ最近買ったのよ、見て、ちょっと見せて、これラインカッター、あ、はいはい、これ超いい、細いピーってさ切れにくいじゃないそうそうそう、ね、これめちゃめちゃ切れるから、あー、メーカーは何、これね、どこやったっけ、ちょっと載せますね、はい、どんこちらです、 Amazon でね、こうちょっとサーチしてたらあったんで、買って使ってみようと思って、すーぐそういうウェブのこの世界に入っちゃうんだ、世界に入っちゃうって何、そんな濁りもないね、ね、ここはないね、うん、これ塩通しがいいとこを選んでるんで、はいはいはい、うん、ちょっと来るとき見たけどちょっと濁っとったもんね、あ、こっちの手前の別のね、ところはね、夏はね、こう気温が高いじゃない、うん、で海の温度と気温の温度が違うじゃん、うんうんうん、そしたらこうぬくくなるじゃない、海の上がね、上がね、ぬくくなることでね流れちゃうのよ、バーって、はいはいはい、でそこの潮とこの上の潮が違う動き、まあ、二枚潮って言うんですけど、これがね結構まあ釣りづらくはあるんだけど、ありますよね、でもそうそうあるね、夏はね特有よね、でもですよ、うん、こうその時の戦い方もありますよ、ある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 そういうのなんか探っていくのも面白い感じはあるんですよね、二枚潮のこの層のところは狙うともありません、ありますよ、ありますよね、あれ面白いですよね、レンジですよね、はいはいはい、あります、あります、夏はなんかボトムっていうよりは中層あたりのイメージが結構強いですよね、激、はい、いやつね、うん、あるわ、大好きな軽ムラパープル、私の潮が効いてるわ、風がちょっと落ち着いたんで弾丸ですね、中層勝負です、僕は今日は、活性炎が来る感じですよね、サイズは選べないけど夏場のこの暑い時期はね、勝負は早い方がいい、ね、長くやりきれないからね、全員ねテトラグワをずっと弾丸されてございます、釣りたいね、
ました。来ました。来たよ。来たおイカですね絶対。いいですよ。大きさはね、そんなないかな。300ぐらい。ここここここ。もう上がってきてるわ。うん。よいしょ。やったじゃない。300ぐらいかな。やったじゃない。ないかな。まずない。来たわよ。やったじゃない。見せて見せて、もっと見せて。うらー。いいじゃない、久しぶりに。久しぶり来ちゃったわよ。ブルーズやってるじゃない。ねえ、よかった。でもサイズアップですよ。サイズアップですね。はい。300ぐらいでしょうね。うん、多分大体。はい。300ぐらい。はい。エギは何ですか。エギはね、あのダートマスターの。あのシルエットマスター。うわー、いいの使ってる。汗かきがすごいから。このライトの歪みがもう。いいじゃない、いいじゃない、でも。うん、すごい。いいでしょ。いいじゃない、いいサイズ、いいサイズ。ナイス、ナイス。ナイスですね。おめでとうございます。さあ、2杯目、続けていけるように頑張ります。さてさて、皆さん。マー君も釣った。ジョンも釣った。あたあたす。あたす釣れそうなタイミングでさ、先に釣られちゃうからさ、撮影行くじゃない。だからもう潮止まったりしてるのよ、こう戻ったらね。さあまたキャスト位置を変えましたよ。右をね、サンゴに、ダートマスターのサンゴ、モンスターマスターです。塩めっちゃいいわここ。うん。いいやん、来たじゃない。来た。わ、魚魚。魚やな。魚が来たの？魚が来たの？あ、やりだ。いいじゃないですか、やり。やりほら、食べられてるじゃん、ほら、アタックさ、ちょっと見える。めちゃめちゃ食べられてる。ねえ、すごい。こんなことある？ガブガブいかれてる。すごいよ。これ何がいったとかね。結構のサイズじゃないと。そう、魚。そうね。もうだってエンペラガザってこっちないもん。結構よね。だから、うん、こういっとるよね。ねえ、ここら辺ね。お、すげえ。わ、これはでもしゃあないな。うん、うん。もう食べる。食べる。うん。エギはね、一応。はい。はい。何ですかそれ。モンスターマスターのサンゴです。あ、いいですね、はい、サンゴなんですね。はい、いいな。槍が入ってるんですかね。じゃあね、ワンチャンあるかもね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。勝手にサポーティング第2章、第2章開幕ということで、はい、どうでしたか。終わらずこんなもんでしょ。はい、ちょっとしか言ってないですか。そういうことですか。はい、私の見た見たサポーター辞めてからのあの一発目の見た。やっぱりドラマ持ってるよね。持ってるね。うん、普通にやりがいとかじゃないから。だからガチャガチャさせるから。ガチャガチャさせるから。まあ、夏も暑くなったんで皆さん、情報には十分気をつけて、はい、あの熱中症予防なんかしてね、はい、水分補給なんかもして楽しんでください。楽しんでください。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。